IBM シンクパッド7 0 1バタフライキーボードとは、ジョン・カリガスが発明したキーボードであり、1995年に発売されたシンクパッド7 0 1シリーズに搭載されている。バタフライキーボードの正式な名称はトラクライトだが、開発コードネームのバタフライからバタフライキーボードという名称が広がった。701シリーズは、コンパクトなサブノートサイズの PC として開発され、 10.4型の VGA 液晶を搭載している。このサイズの PC でデスクトップと同じ 19mm のフルサイズのキーピッチを実現するためにバタフライキーボードが採用された。以降に販売されたノート PC のほとんどはより大きな液晶が搭載されることが多くなり、キーボードを小型化する必要性が減ったため、 バタフライキーボードはシンクパッド701シリーズでの採用のみに終わった。バタフライキーボードは PC が開いたり閉じたりした時にキーボードが連動してスライドするに分割された状態で構成されている。PC が開かれるとキーボード左部分が側面に滑り落ち、右部分が下方に滑り落ち両方が合わさり固定され。 PC 本体の両側に若干張り出した状態で 29.2cm の幅のキーボードが出来上がる。逆に PC を閉じた場合は、キーボード右部分が後ろにスライドし、左部分が内側にスライドして、キーボードが本体にぴったりと収納される仕組みとなっている。その珍しく奇抜な機構、デザインからシンクパッド701は、 ニューヨーク近代美術館ディノイエザムルング国際デザイン美術館に永久保存されている。形成の進化の PC-CNETNEWS.com ハットシンクパッド701ポータブルコンピューター。ありがとうございます。